それでは皆さんお待ちかねですね。ここで今夜のゲストに登場してもらおうと思います。今夜はね、レップのパーソナリティとしては先輩となる彼が遊びに来てくれました。こんばんは、ノベルコアです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。もう何を隠そう、僕が初めてレップに出演させていただいた時って、はい、コアくんがパーソナリティをやられてた時だったんですよ、はい、多分レップ学園かな、ね、宇治さんとやられてて、そこに僕ゲストとして呼んでいただいて、はい、もう初のレップがもうノベルコア君だったので、改めてこうやって逆に僕がゲストとして迎えられるのめちゃくちゃ嬉しいですね。本日はよろしくお願いします。お願いします。お忙しい中ありがとうございます。ありがとうございます。はい、コア君はですね、12月15日にメジャーファーストアルバム A Great Fool をリリースいたしました。ということでですね、本日はそのアルバムについていろいろ根掘り葉掘り聞いていこうと思います。まず、聞きたいのがですね、はい、アルバム完成した今のお気持ちをお聞かせいただけますか。そうですね、やっぱり一番は本当やっと出せたなっていう感じというか、うん、結構制作自体もやっぱ1年間ぐらい、うん、その休止した期間とかも含めると1年間ぐらいかかっちゃって、はい、うん、途中本当制作中断したりとかもあったので。あ、そうなんですね。そうなんです。結構なんかなんだかんだ言ってすごく苦労して作った1枚になったなと思っていて、うん、じゃあもう満を持して出した1枚ということですね。はい、はい、ではこのA Great Foolというタイトル、まず気になるところなんですけれども、うん、まあ和訳するとなんかこう偉大なる若者みたいな感じだと思うんですけど、はい、このタイトルにした理由っていうのはどういった理由なんでしょう。それこそこの20歳になってから21歳になるまでの1年間で作ってるアルバムなんですけど、はい、やっぱこう僕も少しずつこの20歳になってからやっぱこう大人として周りの人からこう接してもらうことがこう増えて、うん、ただその分こうなんていうんだろう、現実的な判断みたいなとことか、はいはい、なんかそういう大人としての協調性みたいなものが強く求められる瞬間が割と増えて、うん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 、でもやっぱこうアーティストノベルコアとしては自分の目の前にある夢とか目標とか人とかと、うん、こうなんて言うんだろう、本当に子供の頃のまんまの、うん、なんか愚直な感じで望みたいっていう意志が割と強くて、そうね、うん、でもただそのなんて言うんだろう、わがままなだけではいられないっていう状況が続いたんで、うん、そのジレンマが結構でかくて、はいはいはい、でだから自分はこうなんかこう年齢を重ねていっても、うん、自分の中にこう大バカ者を一匹飼っておいて、うん、まあ、バカを見てもいいから自分らしくあることを諦めたくないっていうメッセージを込めて、あ、素晴らしいっすね、はい、やっぱアーティストって結構そこのせめぎ合いですもんね。こう大人になってけばなってくほど、ちゃんとこう周りの人のことも考えながら、はい、自分の作品に対する責任とかもこう考え出したりとかするけど、でもアーティストとして子供みたいにこう自由気ままにいなきゃいけないところもあったりなんかして、 そうですね、それの天秤ですもんね。そうなんです。それをじゃあ今この20歳から21っていう、 こう大人になるステップアップのところでこうちょっとグッと感じてるっていう感じなんですね。はい、まさに、はい、なるほど、うん、で今回のアルバム、この1年間っていう長い制作期間を経て作られたってことでしたけど、はい、もう一番こう苦労したなっていう部分とかってあったりしますか。一番やっぱ苦労したのはレコーディングですかね、作詞ですね。もう本当にやっぱ歌詞が当日レコーディング、やっぱこう締め切りが割とタイトにこう設置されてたんですけど、はいはい、締め切りに間に合わないことの方がほとんどで、そうなんだ。そうなんですよ。なんかやっぱその1枚目ってのもあって、はい、まあ自分的にも割とプレッシャーがでかくて、うん、まあなんか書けるは書けるんですけど、はい、なんかこれじゃないなみたいな、納得が自分の中でいかないみたいな。そうなんですよ。だから結構当日になって朝から書き換えるみたいな曲多くて、でやっぱそのスタジオに行ってちょっと煮詰まっちゃってて書き換えてるんですけど、はい、それでもちょっとまだ納得いかないんで、はい、今日一からトラックから作り直して一からやりたいですみたいなことをやったりとか、うん、結構もう大ちゃぶ台返しみたいな。そうなんですよ。だからセッションで一から作っていく曲とかが多かったんで、うん、その作詞のスケジュール感とかレコーディングのスケジュール感に割と苦労しましたね、うん、なるほどね、はい、で結構そのセッションでゼロから作られたって今おっしゃってましたけど、はい、結構このアルバム通して聞いた感じ、はい、なんかこうプロデューサーの方々がこうありもので作ってたものに、あ、それいいっすね、使わせてくださいっていうよりも、もう完全にこうオーダーメイドでゼロから一緒に作ってったみたいなものが多かったってことなんですね。まさにそうですね。本当全曲ほぼそんな感じで、もうデモを集めたとかはもう一切なく、うん、もう今回は基本そのプロデューサーさんと一対一でスタジオに入るか、もしくはリモートでやり取りしながら、はい、本当ずーっと
なんて言うんだろう、ギターのコードから、まあ、音色から、まあ、こういう音色後ろに入れたいなとか、まあ、もうそういう細かい話を結構僕からもさせていただいて、セッションしてって感じでした。おー、そうなんですね。じゃあ細かい結構音色だったり、コードだったりっていう部分ももう完全にオーダーメイドみたいな感じで作ってらっしゃると。はい、まさにそんな感じです。素晴らしいですね。じゃあこのアルバムの中でもちろんこだわったところいっぱいあると思うんですけど、なんか最もこだわったなって思う部分ってどういうところなんでしょう。一番は、ミキシングですかね。あ、そうなんだ。結構そうですね。ミックスはマスタリングは海外に投げてるんですけど、はい、ミックスに関してはやっぱりすごいちょっと頑張りましたね。今回はスタジオでもう缶詰でずっとスタジオこもって、ミキシングエンジニアの方ともう本当 5,6 時間ずっと喋りながら、ここもう少し後ろでこう振ってほ、左右に振ってほしいとか、はい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 、聞こえないレベルだけどこういうシンセ後ろに敷いてほしいとか、そういうのを結構ずっと細かくやり取りして、へえ、音像はめっちゃこだわりました。そうなんすね。はい、で結構あれでしたもんね、今回ミキシングでなんかこう、はい、歌詞に合わせて右左っていう言葉が入ってたら、なんか声が右に行ってそれが左にパン振られてとか、そういうちょっと細かい遊びの部分でも遊ばれてましたもんね。はい、そうなんです。それはもうコア君からのアイデアでこうしてくださいみたいな感じでやってったんですか。結構僕からこういうのをこうイメージしてますみたいなのを、はい、まあ、話してやったものもあるし、右左のやつとかは確かスタジオで、はい、そのスタッフさんと僕とエンジニアさんの3人で話してる中で出たフラッシュアイデアで、そのまんま実現したって感じです。いいですね。なんかこうクリエイティブにミックスしてるっていうのいいですね。そうですね、めっちゃ楽しかったっす。でもいいですね、はい、なんか結構最近ってやっぱりもうなんか遠隔でやっといてもらってこう出来上がりを最後聞きに行って、うん、なんかもうちょっと調整してもらっていいですかみたいな最終確認みたいなのが多いイメージなんですけど、大体のアーティストさんって そ,、ね、はい、そこをコア君はもうしっかりこうイメージのゼロの部分から一緒に作ってったって感じなんですね。まさにそんな感じです。なるほど、はい、さあ本番前にですねコア君からこちらの CD なんとバンで僕プレゼントでいただいて目の前にあるんですけれども、はい、こちらなかなかインパクトの強いジャケンになってるじゃないですか、はい、なんか今回イラストでこの黄色のバッグにコア君がいて虫眼鏡が当たってて、それがもう脳に拡大されてるみたいな、はい、かなりインパクト強いジャケンになってますけれども、これどういったと、はい、どういう感じで思いついてたんですか、このジャケットは。それはそれこそ、はい、グレートフールっていうタイトルに、まあ、とコンセプトにこのアルバムをしようって思った段階から、うん、ジャケットのイメージが頭の中にもうそれが浮かんでいて、なんか結構僕その色とかの使い方とかも割と意識するんですけど、はい、なんかその真っ先に浮かんだのが黄色とショッキングピンクで、でショッキングピンクってなった時にそれをどこに使おうと思ったんですよ、はいはいはい、で押したらちょうどまあそのグレートフール、まあ、その大バカ者であれって、うん、まあ、思想だったりとか、うん、精神性の部分じゃないですか、うん、なんで脳みそショッキングピンクで作ればいいかと思って。すごい、色から作ってったんや。そうですね、色の感覚から先にデザインを起こしてったって感じ。天才やな。そんなこと思いつく。そうっす。で本当、まあ、これ今回 K2 くんっていう、はい、19歳のグラフィックアーティストの方が手掛けてくれてて、うん、それこそ最近ヤングサグとか、うん、イルージバートとかの作品手掛けたりとかもしてる子なんですけど、すごい、なんか本当にマジでやり取り超楽しくて、フィードバック鬼みたいに早いんですよ。そんなに。もうなんかこういうイメージで質感こうで配置こうで、脳みそに虫眼鏡当ててもらって、うん、中に脳みそをグレートフールって文字にしてくださいみたいな話とかをこういろいろして写真とかの素材送って、2時間ぐらいでラフへ上がってきて、すごい。そうなんですよ。でそっからなんかだから計やり取りやっぱこだわり強かったんで、はい、30回40回ぐらいキャッチボールしたんですけど、それでも3日4日ぐらいでジャケットできました。何それ。じゃあもう1日にこの修正案が何回も何回も上がってきてるってことや。そうなんですよ。すごい、はい、すごいっすね。じゃあもうこのジャケの部分でも素晴らしいクリエイターと一緒に作ってったってことですね。そうなんです。まあ、細かくはね CD を手に取ってこのじゃあブックレットの中も皆さん見ていただきたいんですけれども、今回ねプロデューサーもミキシングもそうそうたるメンツが集まって作り上げてる作品となっておりまして、本当に素晴らしい一枚なんで、ぜひぜひ皆さん手に取っていただければと思います。それではですね、このあたりでアルバムから1曲聴いていただこうと思います。まずどの曲聴かせていただきましょう。はい、タイトルトラックの曲をちょっと流したいなと思っているんですけれども、この曲はそれこそG オーラルシガレッツっていう、うん、バンドの山中拓也さんっていう方が、はい、プロデュースしてくださっていて、うん、結構本当にそのジャンルをやっぱまたいだ感覚というか、うん、自分自身
身もこうロックチューンにしたかったので、はい、ゴリゴリロックチューンで作らせていただいた楽曲で、まあ本当さっき言ったみたいなこう夢を見たりだとか自分らしく生きることを諦めず進んでいけという強い意志の表れた曲になっております、うんうん、はい、それではお聴きください。ノベルコアで A Great Fool。 さあ、皆さんたくさんのツイートありがとうございます。この質問めっちゃ拾いたいな。ガレットさん、カラーからこだわったということはノベルコアさんはパーソナルカラーを知ってるんですかという質問ですね。はい、もう知ってるも何もめちゃくちゃ知ってるよな。そらそうですね。僕実はあの姉がパーソナルカラーのアナリストをやってまして、はい、講師をやっていて、うん、実はあのこれ言って大丈夫ですか。大丈夫。実はそうなんですよ、ガシマさんがあの僕の姉の診断を受けたという。そうなんですよなんかコア君が、はい、あの自分の服とか髪色とかもこう、はい、パーソナルカラーをお姉さんに見てもらって、はい、でそれで選びましたみたいなストーリーを上げてて、そうです、ね、俺全くそんなん知らんからめっちゃ見たいと思って、はい、でしかもその時にコア君があのバトルに出てたんですよ。そうですね。でそのバトルの時に髪の毛赤くて、で衣装、うん、あの真っ赤で着てたんですけど、うん、やっぱりなんかそのバトルを見ててコア君が出てきたら、うん、もうやっぱその色で自信あるように見えるし、はいはい、こうもう華やかやし、あなんかバトル始まる前からこの人が勝ちそうみたいな雰囲気がもう会場にもめっちゃ出てて、なんかうわ色の与える印象ってすごいなと思って、それで僕も見てもらったんですよね、はい、いやいやいや、なのであのコア君はもうお姉さんがカラーのエキスパートですから、もう知ってるどころかもうね。そう考えたらこのジャケット確かに色から着手していくっていうのもよくわかりますね。そうですね、はい、はい、もう一つぐらい質問拾いましょうか。小太郎さん、コア君の年末年始も知りたいという。おー、僕の年末年始ですね、まあ、本当年末年始多分今年に関してはなんですけど、うん、仕事納め仕事始まりがおそらくないので、おお、もう途切れずみたいな、多分そうなると思います。多分スタッフさんたちが死ぬんじゃないかなと、いやそういうことやんな。まあ僕アーティスト本人はまあもちろん頑張ろうと思ったら頑張れるけど、僕は、はい、スタッフさんもそれにこうついて回るってことやもんな。そうなんですよね、本当にそうなんです。申し訳ない気持ちが半分とワクワクが半分と、なるほどね。いやでも嬉しいことですよね。なんか、ね、年末年始とかこう家にいて紅白とか見てて他のアーティストが忙しそうにしてるの見てるとちょっと不安になりますよね。あ、すげえわかりますよね。わかりますよね。なんか、あ、大丈夫か俺こんなところにいてみたいな。はい、ま、鍋つついてて大丈夫かみたいな気持ちになるんでね。まあ嬉しいことだと思います。はい。ではではですね、ここからはですね、僕がこのアルバム、グレートフールを聞いて、まあ思ったことをなんか聞いていこうかなと思うんですけれども、まずですね、このアルバム聞いてすごく僕が最初に思ったのが、はい、なんかあの前作に比べるといい意味でめっちゃ肩の力抜けてるなと思って、コア君の、はい、でやっぱり今までの作品とかってやっぱこう誰かと戦ってたりとか、はい、なんか自分との戦いももちろんあるんですけど、何かこう俺は勝って証明するんだっていう、はい、こう強いハングリーさとか意志とかがあったんですけど、うん、今回はなんか誰かのために歌ってるなみたいな気がしたんですよ、はいはいはい、これってなんか意図としてありました？まさに結構その一人称が、うん、その前の前作のインディーズで出したアルバムとかって、うん、本当に俺でしかなかったというか、うんうんうん、本当自分主体で、うん、自分がその世間から言われてることに対していや俺はこうだぜみたいなのを、うん、反発心とか、うん、反骨精神がすでにこう前に出るみたいな曲多かったんですけど、はいはい、今回のアルバムやっぱそのメジャーで周りのスタッフさんたちがこう増えて、うん、なんか人と信頼関係をこう築いてチームとしてこう動いていくことが増えた1年間だったんで、はい、なんか一人称がこう俺らに変わったというか、だからなんか俺たちこう行くぜみたいな、もう自分たちのスタンスとかスタイルを誇示するっていうだけで、うん、提示するっていうだけで他の人たちのあり方とか、うん、自分たちに対してその言われてることに対しての強い反発心みたいなのは結構薄れたかなと思ってます。なるほどね、はい、なんか結構僕はこう旗からですけど、はい、コア君のことを見てて結構昔から一匹狼だなっていう感じがしてたんですよ、はい、なんかその同世代のラッパーとももちろん交流はあるけれども、はい、でもなんかこうなんて言うんだろうな、なんか群れることはないし、なんかもう俺は俺っていう感じでやってきた感じがあったんですけど、なんか今回のアルバム聞いて、はい、なんかこう仲間が今いてこのチームで戦ってるんだっていうのはすごく感じました ね。ありがとうございます、はい、で結構ね変わらずなんて言うんですか、攻撃的な楽曲ももちろんあるんですけれども、なんか僕がね、はい、結構気になった楽曲が、まあ、全部気になってるんですけど、特に気になってるこの5曲目、はい、AK69 さんを、うん、フィーチャリングに迎えた WIN という楽曲なんですけど、はい、なんかこれはさ今まではこう同じレベルのやつらに対してお前のやってるそれは違えよみたいな戦い方してたと思うんですけど、はいはい、今回この楽曲はもう俺もうレベル違うから
っていう状態で、はい、なんかもう全然自分と格が違う人たちをもうなんか攻撃してるっていうよりも上からおちょくってるみたいな感じになってたじゃないですか。これやっぱりあのなんか大御所の AK さんとこう肩を並べるっていう上でなんか意識してそのスタンスに持ってったって感じなんですか。なんかそれこそ AK さんとやっぱやるってなった時に、うん、そのなんか AK さんと一回リモートでちょっと打ち合わせさせていただいて、はい、どんな曲にしようって話になった時に、うん、なんか二人で喋っててなんかこう変な話このアルバムに入ってるドックっていう曲とかって、はい、その同じラップ曲なんですけど、うん、もう少しそのなんて言うんだろう主語が小さいというか、うん、本当にこう主体に対して攻撃していくような曲なんですけど、うん、なんかそこ二人でやるんだったらなんかもう少しあの視座高くていいよねみたいな話になって、はい、で特にやっぱ僕と AK さんやっぱそのラップ以外にもその歌も歌うし、うん、メディアにも出るし、はい、みたいな部分で結構その同業者 そのラッパーとかから結構反感買うこととかも少なくないけど、うん、でもやっぱ自分たちのやりたいことやってる上でそこにいるってだけで、まあ、セルアウトとかではこう決してないっていうスタンスがこう明確にあったんで、うん、なんかそれ改めて曲にするのどうですかみたいな。おお、なるほどね。そういうところからこの曲になったんですね、はい、そうなんです。ちょっと個人的に気になるラインがありまして、はい、千年に一人ライクカンナ橋本というパンチラインありますけれども、はい、すんごい昔に俺コア君と、はい、コア君がなんか橋本カンナちゃん素敵だっていうことを挙げてた時に、はい、僕もいやもう俺もそう思うっつって、はいはい、でも俺はあの、うん、ちょっと橋本環奈さんとは共演したことあるからみたいなしょうもないマウントを俺が取ったことあったんですけど、その後橋本環奈さんとは共演される機会はありましたか。ないんですよ。まだか。ないんですよ。まだないのか。そうなんですよ、てかもうなんかスタッフさんたちがなんかもしなんかあったとしても蹴るとか言ってるんでなんかめっちゃ意地悪されてるやん。お前慢心するから絶対なんかオファー受けないわとか言ってスタッフさんたちに言われてるんで。そうなんですね。そうなんですよ。ちょっとその夢もね個人的には叶えに行っていただきたいと思います、はい、それではねこの辺りでまたアルバムからもう一曲聴いていただこうと思います。今回はですね次の曲はもう僕が独断と偏見で選んだ一曲となります。あの僕がねもう一番アルバムの中で好きだった曲ですね。なんかあの不特定多数の誰かとかなんかどっかにいる誰かにこう書かれたやんわりした曲よりも僕はやっぱりもう半径100メートル以内にいる誰かにこう歌ったすごいパーソナルな曲が好きなんですよ、はい、で本当にもうこの曲のリアルさとか説得力って半端じゃないなと思ってすごく好きだったんで、ありがとうございます。で今悩んでる人もねきっと聴いていただければ勇気をもらえるような曲だと思います。それではお聴きください。ノベルコアでピリオド。